佐藤美翔は、日本のフィギュアスケート選手。愛知県名古屋市出身。血液型は B 型。名古屋市立伊勢山中学校、中京大学附属中京高等学校を卒業した後、現在は、中京大学に在学中。2008から09シーズン、アジアフィギュア杯のノービスクラスで2位、同年の全日本ノービス選手権で優勝。 ジャパンスーパーチャレンジに参加し、かつて山田町子コーチに支持していた浅田真央の衣装を着てエキシビションを演じた。2010から11シーズン第30回全国中学校スケート大会スケートコペンハーゲンで優勝し、初出場となった全日本ジュニア選手権では14位となる。2011から12シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦。 同年の全日本ジュニア選手権で6位に入り、第80回全日本選手権に出場。初出場となった全日本選手権では5位となり、新人賞を受賞する。2012年世界ジュニア選手権の代表に選出された。2012から13シーズン、JGPS ブレッド杯で5位、続く、JGPB シュベルター坂月で6位となる。 2013から14シーズンは、角名優子にコーチを変更した。ありがとうございます。